聖書大学大学院修士課程ご修了並びに学部ご卒業誠におめでとうございます。例年通り体育館においてご家族の皆様方が見守る前に学域授与式を挙行したかったのですが、新型コロナウイルス予防対策のため中止せざるを得なかったこと、誠に残念でなりません。とはいえ本日皆様方が本学をご修了あるいはご卒業されることは宇宙に冠たる事実でございます。創立30周年を迎えた今年度、5名の修士課程修了者と231名の学部卒業生を世に送り出すことは誠に喜ばしく思います。本学は聖書大学の建学の精神、社会に対する訪問報酬を引き継ぎ、21世紀ビジョン社会知性の開発を理に掲げ、社会の諸問題に自分の役割を自覚して取り組むために生涯にわたって学び続けることができる人を育てる教育研究を行っています。本学の学びや研究を得た皆様へは生涯にわたり学び続ける楽しさや必要性に気がつき始めたと思います。さらに自分の夢を達成するために在籍中軌道修正することも経験したと思います。私の専門であるロケットも特定の星を基準として今飛行している自分の位置を特定し目指す軌道に入るための修正をしています。未来からの視点で今現在の自分の立ち位置を確認し夢に向かって軌道を修正してください。それが人生だと思います。とはいえ人生を楽しむことも忘れないでください。人生には苦と楽があるからこそ面白いなと思います。卒業してからも遠慮しないで大学に来てください。人生の仲間として歓迎します。また学校法人政治大学参加の卒業生集まりである交流会にもぜひ顔を出してください。石巻政治大学と政治大学は交渉も効果も全く同じです。安心してオール専修の人材ネットワークに入りぜひとも世間を広げてください。結びにあたり卒業生修了生の皆様が健康で末永くご活躍されますことと関係する皆様方のご健勝をお祈り申し上げまして私からの贈る言葉とさせていただきます。ご卒業誠におめでとうございました。令和2年3月20日石巻政治大学長小池